よ。あと少しです。なぜだ。なぜ白木付きの落とし子たちは私の邪魔をする。私は白木付きと一つになりたいだけなのに。白木付きもなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白木付きを変えてしまったのか。それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白木付きの方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。攻撃を開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。チキショー、数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。被害状況は？ D ブロック左舷に直撃。伝送系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。供給がストップします。司令、攻撃衛星5機こちらに突っ込んできます。ダメです。直撃きます。てくれるじゃないか。このー人の男に手を出し、ハッピートリガー、エルシオール周辺の敵を一掃していきます。タクト、今だ。クロノブレイクキャノンを。発射準備、照準合わせ。クロノブレイクキャノン発射可能です。黒き月までの距離約3200。終わったな。黒き月は消滅したんですね。やった、私たちの大勝利よ。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。
この戦いもついに終わったのです。マイヤーズシロ、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズシロ。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。あなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。何、このぐらいどうってことないさ。アクトが無事でよかったよ。あらあら、仲がよろしいですこと。そう思いません、ランファさん。そうね、羨ましいわよね。ま、言いたい奴には言わせときゃいいさ。本当のことだしね。フォルテさんすごい、大人の余裕って感じですね。そうなの。さてね、やっぱりこの前の遊室で何かあったんだわ。ダッコ、何があったのか教えなさいよ。あ、私も聞きたいです。興味深いです。悪いけど人に言うようなもんじゃないよ。キスルガかな。つまり、二人だけの秘密にしたいことがあったと認めるわけですもんね。これより叙勲の儀を執り行う。まずはタクトマイヤーズ前へ。マイヤーズ、この度は誠に大儀であった。そなたの働きでトランスバール公国は救われたのだ。はやけに素直だな。そんなことだろうと思った。実は私も同じことを考えていたところだ。大事な儀式の最中に雑談などしていただいては困りますな、芝陛下。分かっている。先を続けてよいぞ、ルフト最初。予算がタクト、最小閣下などと呼ばれるとむずがゆくなるわい。そうだ、私も堅苦しい呼び方をされるのはすかん。それはそうだが、いや、あの場所に再建はせず、この仮設宮殿にそのまま移転しようと思っている。失ったものを取り戻そうとあがいた男がどんな末路をたどったか、この目で見たからな。
そうだ。それよりは新たな場所から新たな一歩を踏み出そうと思うのだ。ああ、お取り込み中のところ失礼します。そろそろ式典の続きに戻っていただけませんか。後が使えているんですが。じらじらしくとぼけるな。さっきからいただろうが。パーティーもいいが、任務も忘れるなよ。お前は新たに結成された辺境調査隊の司令なんだからな。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。気をつけていくのじゃぞ、タクト。エオニアの掲げていた目的をこの私が実行することになるとは思っても見なかったがな。うん、私はここに誓おう。広告の未来が万民にとってより良きものとなるよう最大限の努力をすると。よろしく頼むぞ、マイヤーズ。そなたが元気に帰ってくる日を待っている。そろそろ出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない。まったく。タクトらしいといえばらしいけどね。辺境調査は気の長い任務と聞いていますが、もし途中で退屈になったらいつでも白き月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですわ。世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。お世話になりました、タクトさん。はい、タクトさんと過ごすうちに少しずつ自分が変わってきた気がします。俺が付き合えるのもここまでだ。無事を祈ってるぜ、タクト。それはこっちのセリフだ。お前こそ覚悟しておいた方がいいんじゃないか。新しい副官はきっと俺よりも手強いぜ。ま、お前らのことだから心配はしてないがな。そろそろ時間だ。じゃあな、タクト。遅いじゃないですか、マイヤーズ司令。さっきから副司令がお待ちかねでしたよ。はい、出航の許可をお願いします、マイヤーズ司令。エルシオール、
発進。了解。エルシオール発進します。いや、なんとなくね。タクトと最初に出会った時にはこんなことになるかは想像もしてなかったからさ。いや、夢じゃないさ。ずっとそばにいるよ。タクトが望むならいつまでも。ありがとう。あんたの人生という旅に私も付き合わせてもらうよ。もちろんさ、二人一緒なんだもの。これからもよろしく、タクト。